違えた。あ、また間違えた。ああ。やっほー。もち太郎さん、センスありがとう。やっほー。こんばんは。そう、今日1月5日だからさ、いちごの日やと思うやん。間違いではないんだけど、くまさん今日もありがとう。調べたらいちご、今日のいちごはなんか15歳の日みたいなので、なんか本当のいちごの日は1月15日の清水梨紗子の誕生日らしい。くまさん明けおめありがとう。やっほー。バズレ見た、ありがとう。なあちゃんハートありがとう。まあね、山なんですよ。とにかく山梨は山なので、どこにいても山ですよ。やっほー。そう、なじゃまこさんハートありがとう。だから本当の果物のいちごの日は1月15日らしい。だら今日はりょっつんさんとかりあちゅーとかがの年齢の15歳の日らしい。ハートありがとう。冷えるの？違う、暖房つけたばっかなの。だからまだね、まだ効いてないの。ほんとさ、5秒前ぐらいにつけた。ちょっとそれは嘘だけどさ。くまさんセンスとハートありがとう。そう、本当のいちごの日はりさこの誕生日なんだよ。清水梨紗子の誕生日じゃん。いや、タンプレ考えてるんやね、ちゃんと。カラムーンさん、センスクマさん、ハート、ありがとう。ちゃんとね、考えてるんです。ムキムキさん、結婚してありがとう、契約違反なので、できません。こんばんは。こんばんは。やっほー。そうで、リオツンさんとリアッチ、同い年なんだよ。びっくりよね。明けおめ、ありがとう。今日一号の日。リサコはお嬢、うん、多分お嬢。リースガガさんセンスありがとう。なんか咳出た。キミキさんハートありがとう。そう、リサコの誕生日がイチゴの日。イチゴの日だよ今日。誕生日ではないんですけどね。高松愛鳥園さん、誰もありがとう。北沢イチゴの日。暖房してるんだよ今、つけたばっかすぎてね。今パワフル運転してるから。高松愛鳥園さん、誰もありがとう。これ読んだな。そう、なんか受験生が15歳の人が多くて、でいちごの日応援する意味も込めてみたいな書いてあった。台湾のじゅんさん、みきみきさん、ハートありがとう。そうだよ、のりさん、なんだっけこれ、ココア、ココアありがとう。これは暖房をつけたてだから、だよん。イチゴの日やってくれたクルさん、クルさんの1回目の配信見たんだよね。なんか焼肉屋で見たクルさんの配信を一瞬、なんかモキキをひとまとめにしてるのを見た。マッツンさんセンスだ、ありがとう。もうちょ、名前が出てこないんだよ、もうダメだ。そう、今日はね、友達とね焼肉食べてきたんですよ。夜ご飯に焼肉食べて、お腹パンパンなんです今。今年もよろしくね。こちらこそよろしくね。こんばんは。高松愛鳥園さん、花束ありがとう。お腹がパンパンすぎてやばい、普通に。もうなんかもう、どんだけ食べるんですかってぐらい食べてきた。そう。で、メールに送る写真、なんか撮んなきゃって言ってた友達が、ネイル見せてくれた。こんばんは。アリンぐらい食べたから、もう普通にもうお腹いっぱいすぎる。やっほー。そう、友達2人と食べに行ったの。3人だから、自分を含めて3人で食べに行ったんよ。で、その1人は中学校からの友達で、もう1人は高校からの友達なんだけど、そう、なんか中高一緒一貫だったから、中学からの友達と高校からの友達、その人たちは高校が同じクラスだったの全員とも。デザートもいっぱい食べましたから、もうやばいですから。駅員さん、今日もありがとう。めっちゃ食べてきました。もうね、いっぱい食べたんです。とにかく もうお腹がいっぱいだよ。友風さん、ハートありがとう。
でね、友達がね、なんか免許を取って車の運転して運転してくれた。クミトラさん、ダルマとハートありがとう。運転してくれたんだ。ミヤティさん、ココアありがとう。もうね、すごいすごいってなったハートありがとう、運転してもらった。でもう一人の友達も運転して来てた。ミヤティさん、ハートありがとう。なんか普通にお家の方向真逆なのにね、真逆なのに運転してくれたの。優しいよね、普通に考えて。ありがとうって感じでしたローソンね。それでもなんか免許取ろうと思って、もう決めてたんよ、教習所とかを。だけどなんかちょうどその行こうと思ってた時期と、なんかオーディションの配信の時期が被ってたからやめたんだよね。だからなんかそう、だから本当だったら撮ってたのかもしれない。でも撮ってないです、持ってないです。もう使わないもんね。山梨とかにいたら使うかもだけど。高松愛鳥院さん、ハートありがとう。免許合宿うん、船舶免許ね。でもなんか酔うから絶対無理だよ。来たさ、ファン、そう運転してくれたの、優しいわ。そう、ひーちゃん持ってるよね。ひーちゃんも運転できるんだねそう、多分山梨とか、そう、マジでもう交通が悪すぎて運転できないともう生きていけないんだよ、山梨に住んでいたら。田舎あるあるでしょあ、でも暖かくなってきた、部屋が。そりゃそうだろ、つけたら。パセリさんは持ってるの？でもあかりさんが撮ったのは知ってる運転、ひーちゃんの運転あらそう。いやでも意外とそういうなんか運転できなさそうな人に限ってちゃんと運転できるんだよ。そういうの多分あるあるだよ。こんばんは。花咲永遠とか流してそうだけどね。禁止？どういうこと禁止って。マレスさん、ハートありがとう。ね、4回落ちたって。ああね、確かに本人認証とかいいね。マイナンバーカードとかあるから。あ、そうなんだ。車買ったのにね、それはちょっと気まずいとだね。車は高いからね。あ、千穂さんも持ってるんだ。交通が悪い、そう、山梨は交通が悪い。広島は別に大丈夫だから、なんかあれなんだけどね。あ、そういうこと、禁止令が出たってこと。しおきさん、あきおめありがとう。え、ひーちゃん免許更新ね、言ってたよね。なんか更新しなきゃみたいな言ってた。ああ、そうだよ、免許がいります。パーカー、これはパーカーなのかな、上着。しおきさん、あきおめありがとう。じゃあでも普通に暑くなってきたまである。ナンプ進んでたの。こんばんは、フル。税金払ってる、かわいそう。だるま、台湾のジュンさん、だるま、ありがとう。7回不合格、怖いね車で来てるの、すごい。どんぐらいかかるの。結構かかりそう寒いよ、ここ。でも、あったかくなってきたよ。佐口康子さんなの。ジヒロ？ジヒロ？なんとかよ。これ、サブチェスコさん。ね、どうなったんだろうね。3時間か、めっちゃかかるじゃん。すご、運転3時間もできないわ、絶対。2万回？どういうこと？ジヒロ終わった。そう、友達の車でちょっと見た。友達めっちゃ好きで、千と千尋なんか説明してくれた、説明なんか教えてくれた。ベンチコートは違います。徳島でもめっちゃ遠かったイメージがある。車で行き、車だったんだっけ、車バスだったんだけど
記事になったのすごい。でも確かに免許の写真は漏れない説あるよね。でもそれで可愛いとか次元違いますから。着てるよ、なんなら長袖を着てるんですよ。なんかヒートテックの上に長袖を着てるのにもかかわらずこれを着てるこれしかなかったんだもん近くに。着とこ。声優千と千尋のカエル。新潟寒そう。ハッピーサッピーさん、免許免許じゃない、もうセンスありがとう。なんかさ北沢さギフト読むのとさ一個前のコメントとかが混ざるんだよね。よくちゃんとしてって感じ。免許でもれるアイドル。やだよ運転し怖くてできません。フォローありがとう。高野大地さんバラありがとう。うーん運転してるんだYouTube 見てない。寒いよ。でも寒い方が好き。夏の方が北沢苦手です。マイキーありがとう。ちょっと本当に間違いすぎてていい加減にしてって思うよね。大輔さんレインボースターありがとう。レインボースター Thank you。 沖縄ね行ってみたい。沖縄行ったことないよね。誰か連れてってください。私もいだわり。青木さん興味ありがとう。なんかないんかな沖縄に行けるイベントとか夏はね本当に苦手。冬は大好きだけど。大好きでもないけど違います。でも友達は金髪とめっちゃ茶髪だった。今日会った2人はでなんかでも青とかにも下をしてしてたみたいなこと言ってた。青って思って。ナナスちゃんナナさんしか見たことないよと。大輔さん拍手ありがとう。音符もありがとう。お疲れ。タイヤ代修学旅行かいいな。いいなあいいないいなあ。そうどういうこと。いいなどういうこと記事になっちゃう。アイスレモンさんセンスありがとう。でもあれだよね PR 舞台さんは沖縄でやってたよね。いろいろあったけどね。なんか PR 舞台さんめっちゃあのラストライブ見に行ったけどめっちゃすごかった。なんかいや多分みんなはそのフェスとかで多分やった曲とかもあるし見たことあると思うんだけど、北沢はその直で見たのが初めてだったから、なんか瀬戸りとかもなんかすごい、あこの瀬戸り考えた人のすごいあの癖がある癖が出てるなって思った。でも多分あかりさんなのかな考えたの。めっちゃあこの時代の AKB とかが好きなんだろうなっていうのがすごく分かったね。 PR 舞台その昨日言ってたよね。いいないいないいな大丈夫そう。ゴールド免許金髪金髪はもう勝手に塗って。ここでなんかスノーあのアプリ写真アプリでできるよね。北沢課金してるんです。スノーにだからできるんですよ。色落ち早いんだ。金髪ボブ友達金髪とボブだよ。前髪ないけど嫌です。こんばんは。でも分かる。私は岡田奈々さんの髪型で一番好きなのは実は金髪。2番目に好きなのがピンク。金髪金髪へえ。あそう再販お話し会の再販始まりました。さっきね配信始まる前にポストしたんだけど髪の毛痛むよね。そうなんだ。風が吹いてるってこと？ん？そうだね。そうだね。なんだろう。そうだね。共感何かの。泣いたの？そう。でも本当にあかりさんが考えたんだろうと思っちゃったあのセトリは。でもあのセトリは本当にすごいわかるって思った。なんかもう本当に。わかるよって思っちゃった。なんかめっちゃ新鮮な気持ちで見てたから次の曲のイントロ流れた瞬間いやはい素晴らしいみたいな、なんか一人だけなんか変な人がいるみたいになっちゃったんですよやってたね総選挙
ね、PR 舞台さんあるんかな。でも PR 舞台さんとかさ、チャレンジしてさ、誰もさ、誰もさ投票してくれなくてさ始まった。 TDC 行ったんだ。50ありがとう。やっほーNMB の衣装店はね、行くよ、行くけど行かないよ、行くけど行かないんだよねリーチーズ今日なんかもうさ、みんなと会ってなさすぎてみんなになんか無駄に LINE しちゃうんだよね、きっと。絶対さしなくていい LINE をめっちゃしちゃうの。こんばんは、こんばんは。いやー高いですね。お肉、お肉いいね、ありがとう。あーでもやっぱ瀬戸利ってそういうとこあるよね。高松愛知さん、ジージーありがとうけど行かないんです、とにかく。なんかあかりさん、あかりさんが考えたって言ってたじゃん、 PR 舞台の瀬戸利。あかりさんが考えたとか、メンバーが考え、メンバーで考えたみたいなことあかりさんが言ってたから。サッカーね言ってたじゃん。でさ、あの何を言おうとしたか忘れちゃった。なんかあかりさんは、いやこれ北沢の推測としてしゃべると、多分まゆゆさんとかああいうなんかもうザ・アイドルとかキピキピキが好きなのかなって思った。なんて言うんだろう、渡り廊下走りたいとかもう絶対、もう絶対好きじゃんって思った。目がめっちゃ乾く、なんだろう、コンタクトがヘポファーストテイクもう出てるよ、出てないけどね。でもなんかその日がどういう日かにもよるよね、瀬戸利って。固め、固め界隈、固め界隈とか言っちゃいけないわ、なんでもない懐かしい。え、渡り廊下走りたい、ヘタッピーウィンクとかね、インプレッサー、見つめられたらプレッシャー、プレッシャー、片目界隈え、もう絶対もうあかりさんが好きな、もう好きな時代、世代はもう本当にすごくわかる。もうもうそうだろうなって、もう絶対話したいもうって思っちゃう。あたりろうか知りたい、セブンショールームフォローしてる、ありがとう。あざ、風が当たってる、でも後ろで流れてるはず。でもやっぱそうだよね、乾燥してるんかな。ヘトリック見たいよ。え、ゆきりんさんの卒コン行きたい。待って、何月だっけ、3月、あれ、え、3月、え、ちょっと待っていつだっけ、松井玲奈さん激辛メガネやだよ。3月か、うわ3月って。でもさ、みちさんの卒コンのさリハーサルとかでさ行けない気がする。3月の17、うわどうなんだろう、え、リハーサルしてるかな、 16？ どっちどっち、16か17か。え、でもそうだよね、普通にさ、普通に多分レッスンとかがいっぱい立て込んでる気がする。あと絶対レッスンさんが会いに来る気がする。え、どうなんだろう、言うだけ言ってみようかな。え、でもどうだろう、え、あかりさん行くんかなあかりさん行くかな。とても楽しい、嬉しい、楽しい、嬉しい、ピースちょっとわかんないえ、絶対レッスンさんが来ちゃうよね、キャー。あかりさんとか行くんかな、めっちゃ気になってきちゃった。こんばんは。いや絶対もう親睦を深めてるよね。え、確かにパセリさんとか。でもさ、サラピさんこそさ行かんのかな。え、でもさ、ん、そ、レッスンさんだとしたらさ、
多分先輩方もレッスンさん、レッスンさんというかリハーサルさんが聞きちゃうじゃんね。レッスンさんはでも3期だけかもしれないけど、多分さやったことない曲が多いから3期はレッスンさんがいっぱいあるんだけど、先輩方はさもうやったことある曲じゃんがあるからいっぱい。どうなんだろうね。いやでもリハーサルさんが来ちゃうと、もうリハーサルさんはでもさなんか全員参加じゃん基本。あかりさんとかサラピさんとかさパセリさんとかさ、ちょパの破裂もすごかったけど、高松愛知さんハートありがとう、こんばんは。レッスンさんとリハーサルさんどうだろうね。リハさんとレッスンさんがいるから。ギヒラさんセンスありがとう。リハーサルさんはねもうね休んだら人生が終わると思った方がいいよね。リハーサルさんなんてもう絶対休んじゃいけませんから、絶対行かなきゃ。もうどれだけ具合が悪くても行くしかないんだから。ワンちゃんさんアピール しなきゃ。でなんかチケット販売始まってる、始まってるのかな、うん、もう絶対行きたいんですけど、普通に考えて。リハーサルさんはなんかもうほぼ社長みたいなとこありますか。なんかもうリハーサルさんって大事だと思う。本当になんか大変だと思うから。ギーラさん興味ありがとう。なんかユイニーさんの時の卒業公演じゃない、コンサートのリハーサルさんはもうねなんか 14.75 とか25とか言われるから、もう本当にパニックが起きる感じだった。あ、そうなんだ。ココア、ありがとう、いちごさん。ナナさん来る。わからん。センスも、ありがとう、こんばんは。行きたいな、でも北沢行けるかな。今日、おみくじ引いたんですよ。友達と神社行って、初詣したんですけど、めっちゃ寒くて、人もいなくて。なんか、神社でおみくじ引いたら、末吉だったんですよ、私。あ、そうなんだ。末吉で仕事のところになんか他人のミスが積み重なってあなたに帰ってきますみたいな書いてあって、もうどういうことって思って、なんか文章はなんだっけ、なんか今は我慢の時みたいなのが書いてあって、あ、そうなんだと思って。だからなんか何も変わってないように思いますが、なんか我慢をして頑張りましょうみたいな書いてあって、おおと思って、なので我慢して頑張って生きていきます。いや、ユーノーモギオンコンサート行きたいけど、普通にさ行きたいけどさ、8日は多分だけど、なんか僕隊あったり成人式のイベントがあったりとかして、でもスタッフさんがついていけないし勝手に行けないから。行きたいんですよ、きっとさ。だって今から言っても絶対に手遅れだし、普通に3日後だよ。だって大丈夫そう、こんばんは。そう、だから他人のミスって書いてたからどういうことって思って。今日はちょっと本当にノーコメント。ゆきひらさんセンスありがとう。あ、末吉愛くじさんはなのらしいね。だからうん、あ、なんか頑張ります。そうよね、なんかさファンクラブも更新されてなかったから心配だよね。これスマホケースに挟んでるんだ。私のスマホケース見る？猫耳のスマホケースでナナさん挟んでネモハモルーマン。へへ。他人に心当たり？ないよ、そんなのあっても嫌じゃない？フォローありがとう。末吉ね。でもなんかその友達が言ってたのは小吉？違う、うん？小吉？の方がなんか大吉よりなんかいいらしいよみたいなこと言ってて、なんか数が少ないんかなって話をした。そうだよ、そうよね。 3.753 ここはありがとう。チンブセイレ、あ、危ない危ない危ない、普通に
ネモハモルーマー Hey what's up。 ツイッター用にさ、お家帰る前にあの CD がいっぱいの写真撮っとこう。どういうことどういうこと。うん、ステッカーね、新世界で買ったね、羽生瑞穂さんのあのマグネットを冷蔵庫にやってる。あ、こんにちは。あ、こんにちはじゃなかった、こんばんは。あ、フォローありがとうございます。 Thank you。 大阪刀剣で行くかも。え、本当？待ってます、それは待ってます。おみくじで平ら、え、思った、なんか誰かのさ、しみさらさんかな、なんかツイートかなんかで見たんだよ、何平ら、へいと思って。そう、大阪は今さ、お話し会受付中だけど、大阪はやって、なんかもう受付終了してて、でもあのリアルお話し会は多分当日券があるから、全部よろしく。あ、そうなのね。こんばんは。何を入れてるの。なんかすごい、清水梨紗子からなんかすごい LINE がいっぱい、なんかいっぱいでもないけど、なんかすごい来てた。後で見よう。そう、2月4日。え、刀剣絶対あるよ、絶対あるから待ってる。でもたこ焼き食べたいよね、大阪行ったら。え、なんか今日さ、焼肉キング行ったんよ。焼肉キング行ってたこ焼きあったんだよね、サイドメニューに。食べなかったけど、たこ焼きあるの、焼肉屋にって思って食べなかったんだけど。めっちゃお腹いっぱい、もうやばいやばい、倒れそう。倒れないけど、知らない話で見たの。え、フォローしたよ、羽生瑞穂さん。推しメン、推しメン、いいないいな。そう、もうめっちゃ食べた。なんか今北海道フェアみたいなのやってて、そう、食べ方です、北海道フェアやってて、なんかラム肉とかあった、食べなかったけど。8カ所しかないの、すごっ。全ゲス感もあった。いや、もうなんか熱くなってきたもん、普通に。なんかあるみたい、食べなかったけど。ね、キングでいっぱい食べました、もうお腹がいっぱいですよ。え、そう、カニの、カニの石焼きのカニのやつがあんの、めっちゃ美味しい、もう絶対食べてって感じ。なんかね、カニの、そう、カニ、とにかくカニがもう本当に天才だったんですから、絶対食べた方が、え、本当に美味しかった、普通に。ずっと推し、やった。え、絵馬ね、描きたかったけど、絵馬なんか多分夜だから売ってなくて描けなかった。ヘルシーなんだ、もうカニの、カニのやつマジで美味しかった。ご飯、ご飯のやつ、ご飯とバターとカニと、なんか、なんかネギとみたいなやつ、もう本当に美味しかったから、絶対食べてねみたいな、本当に。カニ座なの。北沢ヤギ座。福袋買ってない、買ってないよ。こんばんは。食べ過ぎて眠くなってきちゃった。甲羅、カニの甲羅に入れるの。へえ。カニが美味しすぎて感動した、普通に。お腹いっぱいすぎる、普通に。そして滑走路のポスターが回ってきたの。そんな時代があるんだね。49分、ありがとう。57分埋まるんだ。え、でもさ、北沢さ、あのリポストしてから寝たいんよ。でも12時までしかさ、あのツイッターを、 X を動かせないから、もうちょっと今日はもう気まずタイムなしに終わってリポストしようかなとも思ったけど、どう思うみたいな。石焼きカニ飯、あ、それ絶対、それそれもう本当に天才だった。そうかも、焼きそうだからかも。もう本当に美味しかった。
カニ味噌ね。カニ味噌の記憶がないんだよね、味の。スカスカだった。やっほー。だから55分になったら読もうかな今日は。あずみんさんからしばらく、やきさあおいさんだけど、あ、あおいさんだけど、なんか聞いてや、ちょっと今度ポストするけどさ、パパがさ、あぶさんの生誕日をさ、なんか着用してるんよ、着用っていうか、そう、もう絶対 X に乗せようって思って。ミニバードさん、ハートありがとう。多分ね、リポストがね、そう、大事っぽいかな。クルさんでもさ、なんかレッスンさんの予定とかがさ、なんか A チームと B チームでなんかちょっと違ったりしてさ、悲しい。だから会えないんだよ、もう無理。勝手に会いに行っちゃうから。ゼロドピさん、センスありがとう。やっほー。いや、パパモザイクやで、顔はね、さすがに、さすがにモザモザ人気ランさせていただくんだけど、なんかいっぱいだ、眠くなってきちゃった。でもリサ子もヤギ座じゃないじゃん。みんなもいっぱいリポスト、引用リポストしてね。お土産買ったんだ、みんなにあげる。大地さん、あきおめありがとう。あきおめ、あきおめ、今日みんなにあげるお土産買ってきた。なんか見た目が可愛くて、そう、アベマ見て面白かった。あ、ありがとう、アベマ見てくれたんですね、ありがとう。アベマ昨日ね、そうで、昨日アベマのやつをの投稿、昨日のアベマをのなんかハイライト的なの写真を載せた投稿もしたから、よかったら、コメント、いいね、リポストとよろしくお願いします。ないよ、あ、本当ありがとう。買ったね、買ったんだよ。はにゃ、大地さん、センスありがとう。お土産買いました、買いました。いっぱい買ったんですよ。いっぱいは買ってないけど、ちょっと嘘ついてしまいました、ごめんなさい。うちわ作る、本当嬉しい。うちわって意外とめっちゃ見えるんよね。なんか北沢、昔はうちわ作ってもいや見えてないんだろうなとか思ってたけど、めっちゃ見えることに気づいたから、もう本当に見えてるよっていうことは声を大にして言っていく。お腹減ったので寝ます、お腹減ったの寝ます、ご飯食べてよ。でもお腹いっぱいだけど、みかんは食べれるから、後でみかん食べよ。お土産ね、4つもあるの。へえ、そうなんだ。焼き座の人って少ないのかな。信玄餅ね、高いんですよ、信玄餅。心の声、そう、心の声です。なんか明日ちょっとごめん、なんかでも1月中に書道したくて、配信でちょっとできてないから、1月中に書道しようかなって思ってるのと、あとなんか誕生日とか年越しの時にタワーくださった方にお礼をねしたくて、だからそうね、またしますっていうのを言っておきます。いちごの絵文字のうちはこれがってこと。デザートもいっぱい食べた、アイスとフルーツゼリーとカステラとなんか餅のアイスとなんかシャーベット、もうめっちゃ食べてきた普通に。そう、信玄餅めっちゃ高いですよ。アカウントが違う、あ、そういうことか。信玄餅高ですよ普通に。なんか1個は多分安いっていうか、まあ買えるけど、みんなの分いっぱい買わなきゃってなってめっちゃ高いんです。書き初めしたいからね。1億人のやつ見る、ありがとう。書きますね。あ、そうなんだ。カニ飯が本当に美味しすぎたから、普通にお疲れ、お疲れ。間違えたの、どういうこと。そうだよ、あと動画も撮りたいね、バズさんで。ゴー、死ぬ。情熱の赤いバラ、情熱の赤いバラですね。あ、55分、ありがとう。カニの漢字書ける？書けないよ、見なきゃ。そうだよ、マカロン
マカロン見せてないやんね。待って、マカロン、マカロン来て、マカロン来てくれない、マカロン誰だ、マカロン全然無視されてる。マカロンの写真メールで送る。今日マカロンと一緒に寝るんだ、いいでしょう。今日マカロンと一緒に寝ようねって言ってるから。マカロン可愛いんだよ、布団に入って寝るんだよ一緒に、可愛いでしょ。マカロンと寝ますから。ということでランキングを読みますよ。15位がミヤティさん、14位がマッツンさん、13位がイキピスさん、12位が高松愛鳥園さん、11位がなあちゃんさん、10位が1号さん、9位がレディースガグさん、8位がミキミキさん、7位がゼロタピさん、6位がなちゃまこさん、5位がシュバムさん、4位がゆきひらさん、3位が大地さん、2位がくまさん、1位がたいすけさん。ありがとう、ありがとう、ありがとんかつって感じですね。そうだね、疲れ。マカロンの写真メールだ、おおくろ。じゃあね、ありがとう。え、もう待って、ゆきりんさんの卒コンだけは本当に気になる。誰か行きたい、行く人いないのかなって感じで。ありがとんかつです、おやすみ。またね、あ、X の投稿よろしく、みんな投稿よろしくお願いします。リポストしたりとか引用リポスト待ってます、皆様もよろしく。じゃあね、バイバイ、みんなよろしく、よろしくだよ、本当に本当にだよ、本当の本当にだよ、みんな。X よろしく。じゃあね、バイバーイ。だるま、かくまいぴさん、だるま、ありがとう。圧です、これは。X よろしく。いっぱいリツイートじゃん、リポストしてね。バイバーイ。おやすみー。